企業の若手社員が好きになった。イワちゃんって知ってますか？こんな代物皆さん知らないでしょっていう風にね。洗顔ってコスメ。I wanna shine bright。 もっともっと光るよ。泣きたいんじゃない、で全部全部見せるよ。愛のまま私らしく、よいしょ。こんにちは、山口県産田中みかんです。あなたの家の近くにドラッグストアありますか？私のお家の近くにもたくさんあります。私はね、2、3年前までデパコス女でした。高いものはいい、高いものしか信じない、金しか信じない、そんな生活を送ってきました。ですけれども、最近 YouTube とか始めたりとか、あとプチプラコスメが進歩しすぎている、どんどんいいものが出てきているということで、ここ 1、2年はプチプラ多めの生活を送っております。だから私は2、3年前は老舗の大手企業の社長部長専務大好きだったのが、中小企業の若手社員が好きになったということでございますね。ということで、早速もう結構あるので一つ一つ紹介していきたいと思います。レッツラーゴー。あ、これ違うせーの、なんだっけなんだっけ。あ、ということで、ドラコス購入品紹介へ、あー、レッツゴー。は、忘れとったわ。おう、ということで、私はね、イワちゃんに行って買ってきました。イワちゃんって知ってますか？全国チェーンじゃないと思うんだけど、薬岩崎チェーンっていうとこなんやけど、前の会社で働いとった時に、会社の先輩が3代目 JSOUL BROTHERS のガンちゃんおるやないですか。あの子のことを、イワちゃん、イワちゃんって言ってて、え？先輩それガンちゃんですよ。イワちゃんって薬岩崎チェーンのことですかって言って、人笑い取ったっていう思い出があります。早速紹介していきます。私が普段から使っているものはこちら、ラブライナーリキッドブラウンのアイライナーでございます。これはね、本当に使いやすくて、4本目ぐらいには、あ、嘘、全然持った、2本目だわ、え、違う、3本目だわ。これめちゃリピートしてるんですけど、私が今更これめちゃめちゃいいんですよ、私が発掘しました、こんな代物皆さん知らないでしょっていう風にね、紹介するのはものすごくおこがましいし、みんな知ってると思うんですけれども、うわ、なんか嫌だ、私こういうことあるんですよね。なんか新しいものを開けたりした時にこうキュルキュルってなるのがね、キモくてこうってなっちゃう。うわ、新しいの書きやすそう。もうね、古いのが毛羽立ってからもう細くて書きやすい。私はケチなので、本当になくなるぐらいまで使うので、新しいのが書いて満足満足、にゃーにゃーわーわーにゃーにゃーわー。次、こちらキスミヘビーローテーションカラーリングアイブロウライトブラウン05番でございます。これに関してもね、なんか今更感あるんだよね、私が紹介するのも。みんなこのこれがいいってことぐらい知ってるんだよ。王道しか私買ってないんだよ。私が紹介してるものは、ミキボンさん、ナナコちゃん、ユーコスモテチャンネルがもうすでに紹介してるものたちなんですよ。2番煎じなわけですよ。帰りたい。まあ、でも本当にいいものなので、ずっと使ってます。次、これはちょっと、私ね、スポンジとかあんまり買ったことないんですけど、何これ、商品名ないの？ AM スポンジ。まあ 3D のスポンジでございます。18の頃に化粧を始めてから、そっからね、ファンではリキッドファンデーション一択なんですよ。だいたい手で広げとったんやけど、ムラ出るなみたいな、それをずっと7年間思い続けて、やっとスポンジを買ってみました。指でファンデーションを塗った後、肌の上をポンポンとタッピング。うわー、楽しみもしい。使ったらメイク動画とかで出します。ルシェリリフトグローローション特濃ってやつの化粧水でございます。ここ2年ぐらいはずっと使ってるんですけど、ちょうどいい雰囲気イケメンって感じがする。もともとデパコスのクリニークを使っとって、それはもちろん高いけさ、それはいいに決まっとるやん。いや、高い金払ってクソみたいな商品出されたらねえってなりますけど、クリニークもちろん良かった。でも高いのよ。いや、毎日使うものやからいいもの使いたいっていう気持ちはあるんやけど、化粧水5000円、乳液5000円、もうね、そんなレベルな話なんですよ。これからずっとその化粧水を使い続けられるか、お金を出し続けられるかって考えた時に、あー、無理ってなって、だんだんグレードを下げていこうっていうことに決めて、クリニーク、雪肌精、ルシエリまで来ました。でもこのぐらいがちょうどいいなっ
って思っちゃうのよ。めちゃめちゃ安いわけじゃないけど続けられるかなっていう値段なので、私は乳液もこれを使ってます。お風呂上がったら無印の化粧水をバーってつけて、あらかたパンツとか服とかを着てから化粧水をね染み込ませるって感じ。支障はない、めっちゃいいよってわけじゃないんですけど、なんか支障はない、いいって感じ。次、ダブボタニカルセレクションナチュラルラディアンス洗顔料です。洗顔ってコスメ？まあでもうんこか洗顔かって言って、どっちがコスメですかって言われたらこっちコスメやけ、まあいいでしょう。前の洗顔もダブ使っとったんやけど、普通にパッケージ可愛いと思って買いました。しかも楽天ランキングナンバーワンとか書いてあるので、私はアットコスメナンバーワンとかそういうものをね買い漁ってしまう癖があるので、こういうさダブ、ビオレ、センカとかプチプラ洗顔料の中でこれがひときわ目を引いておしゃれだったのよ。よるやんって思ったので買ってみました。どうよ、普通にパケ買い、かわいい。しかも泡で出てくるけ、私ね本当にめんどくさがり屋さんでさ、泡のネットでこうやって泡立ててクッてやるのがすっごいめんどくさいのよ。だから泡で出てきてくれるけありがたいなと思って。何味？何味じゃねえわ。ほんのり甘みのある上品なソフトピオニーの香り。ピンとこんな、ちょっと出してみる。あ、うわあんたやるやないの。冗談抜きでめっちゃいい匂いする。割と無香料が好きではあるんだけど、いいねこれ。甘いっちゃ甘いんだけど、めっちゃほんのり、いいね。これ大体の女好き、男も好き。やっぱ顔面につけるものやけ臭いとね、ちょっとしんどいじゃない。超おすすめ。全然使ってないか分かんないんだけど、あ、これね、黒ずみケアと角質ケアっていうのがあって、私は角質ケアの方を買いました。ぜひ。次、 DHC 薬用リップクリーム。これは高校時代に死ぬほど使ってましたけど、これもいいのもみんな知ってるよね。もう紹介しない。おう、次、ワキ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 、ネイル一式デュカートガラスネイルファイル RO 爪やすりデュカートキューティクルスクレーパー甘皮除去のやつです。甘皮って何？ D アップファンデーションヌードベージュ、地爪にひとのりナチュラルビ爪へ、マニキュアをしない爪に新習慣、爪のファンデーション。ネイル何個か持っとるんやけど、とにかく不器用で、しっかりと皮膚にもネイルを塗ってしまうし、女友達ってさ、ネイル汚いよとかメイク下手だねとかあんま言わんじゃん。ネイル汚いよって言われたぐらいには汚くなっちゃうタイプなので、それでも爪は綺麗に見せたいし、いや嘘やわ、別に爪綺麗に見せたいとか思ったことないよ。何が言いたいかっていうと、私はアクセサリーが割と好きなんですね。アクセサリーが映えるようにつけてもあんまりこう下手くそがバレんっていうやつを探しとって、これを見つけたわけなんですよ。シリーズ累計100万個突破、売れてます。こういうこと書かれると買うんですよ、私という人間は。つけてよかったらみんなにも紹介します。次ですね、ミシャのクッションファンデーション、ツヤっぽいやつの自然な肌色23番。このミシャンのクッションファンデはプチプラ界の嵐っていう風に言われてるぐらいには安心安全大好き商品となっているらしいです。私はあんまりクッションファンデに詳しくないので分かんないんですけど、買ってみて試してよかったらみんなに教えたいと思います、とか言ってね。これ結構もう5秒に1個売れている、この計算でいくとこの世の女全員持ってるんじゃないかってぐらいじゃない？ほんまかいな。パッケージ可愛いよね。今度あれ出そうね、プチプラだけでメイクしてみたみたいな動画出したいと思います。楽しみし。で次、もうええわ。サナエクセルスキニーリッチシャドウウォームブラウン。はぁ、見てめちゃめちゃ可愛い色が。うわ、これ使わないなって色がなくって、エクセルのアイシャドウってすごいプチプラ界でもズバ抜けてる気がするんだけど、発色がいいのと、やってみる、ここにつけてこうやってやるやつ、なんてかブサイクすぎん、もったいない。ケチだから私は。他の YouTuber さんみたいに惜しげもなくこうリップをここにつけてみたいな、あんまりねしたくないんですけど。これも今度動画で紹介したいと思います。次、こちらエクセルアイプランナー R06 番、ターメリックっていう色なんですけど、これ私ね去年の夏ぐらいからずっと欲しくって、色めっちゃかわいい。これだけ見るとすごいなんか発色しそうで派手な色って感じがするんやけど、まあ、実際つけたら
派手なんよね。これから春夏来るので、これはめっちゃ明るくて元気って感じの色なんやけど、部分的に使うってなるとすごい可愛いかなと思って。私みたいなこういうつぶらなごまみたいな可愛いちっちゃなお豆の持ち主はあんまりね、こう全体にこういう色を塗っちゃうとっていう感じになっちゃうので、二重の人は知らないよ。二重は何しても可愛いんだから、どんな塗り方したって様になる、それが二重です。一重の方、奥二重の方代表して今怒っておきましたので、皆さんそうそう怒らずにお気を静めてください。これは本当に使うの楽しみ。うわ、色あんたあんた指をビューティーフォーカスするというなんかこう変な感じですけど、うわ発色すごいわ、楽しみ。目につけたら絶対に可愛いんだよね。最後にちょ、もうええわもう。ちょ、ピンクダイヤモンドツイーザー、ほんとかいな、ちゃんと振り仮名が振ってなかったんでわからないんですけど、眉毛抜くやつです。私は眉毛の毛根が強いのかわからんないけど、すごい抜くときにめちゃめちゃ痛いんですよ。だから自分で抜いたことないんですけど、最近眉毛サロンに通うようになって、眉毛はそれよりちょっと抜いてもらった方がいいと思うんですよっていう風にね土下座されまして、そんなに言うならと思って買ってきました。眉毛も鼻毛もまつ毛もこれで抜いていきたいと思います。ってことで以上になります。いかがだったでしょうか。一番おすすめなのはこのダブのやつです。まあ使ったことないけど。ってことで本日は動画を見てくれてありがとうございました。この動画が良かったらと、ね、みかんちゃんそれ私も使ってるよって思った人はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。 Twitter とインスタと TikTok もやってますね。そちらの方もフォローよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。